ぼっちにしてるの？ねえ、レウがいい子にしてたらお兄ちゃんすぐに迎えにやってくるかな。わかった、レウ、お兄ちゃんが来るまで泣かない、決めた。それでレウね、ちゃんと言うの、お兄ちゃんをしなくてね、レウ泣かなかったよ、偉いでしょって。レウ泣かないんだもん、泣かないって決めたんだもん。君も災難だったね。隣の市からこっちに来る電車もバスも夕方にはなくなるんだよ。何せここは田舎だからね。気にすることないよ、気楽にリラックス。でも岸森くん、募集をかけた私が言うのもなんだが、普通教育実習って自分の母校に行くもんだろ。学生はお気楽だね。いいんだよ、気楽なくらいが今の世の中うまく渡っていける。そういう意味では君は優秀だよ。募集をかけたのは私の気まぐれみたいなものだから。まあね、何せ晴天で大学に行った人間はここ5年間誰もいないしね。もちろん就職だなんだと都会に行ってしまうのは多いけど。そうそう、しょうがないんだって。田舎者は都会に憧れる、それは当たり前なんだよ。そういうものなんだよ。でも石森くんも大変だったね。今日でゴールデンウィークの最終日で、明日からすぐ学校なんて。日程を決めた私が今更言うのもなんだが、いや、すまんかった。Yeah.